L. アラビノースオペロンは、アラオペロン、またはアラバドオペロンとも呼ばれ、大腸菌へシャーキア古来においてご担当の L. アラビノースを分解するために必要なオペロンである。L. アラビノースオペロンには、アラブ、アラー、ラードの3つの構造遺伝子が含まれており、これらは L. アラビノースの代謝に必要な3つの構造をコードしている。これらの遺伝子から産生されるアラブ、アラー、 ラードは、L ・アラビノースを、弁当スリン酸経路の中間体であるキシルロースマイナス5リン酸へ変換する。L ・アラビノースオペロンの構造遺伝子は共通のプロモーターから1本の転写産物として転写される。L ・アラビノースオペロンの発現は、ラック調節遺伝子の産物とカダボライト、活性化タンパク質キャンプ複合体によって、単一のユニットとして制御される。 調節タンパク質ラックはアラビノースレベルに対する感受性がありアラビノース存在下でのアクチベーターアラビノース不在下のリプレッサーとしての二重の機能によってアラバドの発言を調節するラックタンパク質はアラバドの発言を制御するだけでなくラックのレベルが高い場合に自身の発言の自己制御も行う L、アラビノースオペロンは構造遺伝子と オペレーター領域とイニシエーター領域を含む調節領域から構成される。構造遺伝子であるアラブ、アラー、ラードは L アラビノースの以下に関する酵素をコードしている。また、CAP キャンプ複合体が結合して、カタボライト抑制を促進する CAP 結合部位が存在し、細胞のグルコース結合時にアラバドをまさに調節する。大腸菌 E コライの L。 アラビノースオペロンの構造。エピメラーゼをコードしている。ラックは、ラードの誤りである。調節遺伝子であるラックは、L、アラビノースオペロンの上流に位置し、アラビノース相当性調節タンパク質ラックをコードしている。ラックとアラバドにはそれぞれ異なるプロモーターが存在し、RNA ポリメラーゼの結合と転写の開始は、個別に行われる。アラバドとラックは、 それぞれアラバドプロモータートラックプロモーターから逆方向に転写される。アラバドオペロンによってコードされる3つの酵素の作用による L ・アラビノースの代謝経路。L ・リブロース -5 リン酸と D ・キシルロース -5 リン酸はどちらもペントースの代謝とヘキソースの代謝を関連づけるペントースリン酸経路の代謝産ものである。ラック単量体の構造 L ・アラビノースシステムは CAP、キャンプはクチベーターだけでなく、ラックタンパク質の結合によっても性、または負に制御されている。ラックは、ほも二態体として機能し、L、アラビノースオペロンのオペレーター領域とイニシエーター領域との相互作用によって、アラバドの転写を制御する。ラックの各単領体は、DNA 結合ドメインと二行体化ドメインの二つのドメインから構成される。 二両対価ドメインはアラビノースの結合を担う。アラビノースの結合に伴ってラックはコンフォーメーションが変化し、そのためラックには二つの異なるコンフォーメーションが存在する。ラックのコンフォーメーションはアロステリックなインデューサーであるアラビノースの結合によって純粋に決定される。またラックは自身の濃度が高くなりすぎた際に自身の発言を負に自己制御する。 ラックの合成は、オペレーター領域への二量体系ラックの結合によって抑制される。ラックタンパク質によるメル、アラビノースオペロンの負の調節アラビノースが存在しないときには、細胞はアラビノースを分解するアラバドの産物を必要としない。そのため、二量体系ラックがリプレッサーとして機能する。一方の単量体がアラバドのオペレーターに結合し、 もう一方の単量体は、アライチと呼ばれる、離れた DNA 領域に結合する。これによって DNA のループが形成され、アラバドのプロモーターへの RNA ポリメラーでの結合がブロックされる。そのため、アラバドの構造遺伝子の転写が阻害される。二量体系、ラックと CAP キャンプによる L、アラビノースオペロンの性の調節アラバドオペロンの発言は、 クルコースが存在せず、アラビノースが存在するときに活性化される。アラビノース存在下では、ラックと CAP の双方が共同して、アクチベーターとして機能する。ラックを介した調節、ラックはアラビノースの存在下で、アクチベーターとして機能する。ラックの二行対価ドメインにアラビノースが結合すると、ラックにはコンフォーメーション変化が生じる。その結果、 ダック・アラビノース複合体は、アラオニから乖りし、DNA のループ構造が破壊される。ダック・アラビノース複合体にとっては、二つの近接した部位に結合する方が、エネルギー的に有利となる。一方の単量体が、アライ1に結合し、もう一方の単量体が、アライ2に結合する。言い換えれば、ラックのエ、アライ2の結合は、アラビノースによって、アロステリックに誘導される。 この配置では、ダックの単量体の一つは、アラバドプロモーターの金傍に位置し、RNA ポリメラーゼが、プロモーターに結合して、転写を開始するのを助ける。CAP、キャンプを介した、調節大腸菌が好む等であるグルコースの不在化でのみ、CAP は転写のアクチベーターとして機能する。グルコースの不在化では、アラ一と、 アラウ1の間に位置する CAP 結合部位に対し、CAPAMP 複合体が高いレベルで結合する。CAP キャンプの結合は、アラ1とアラウ2の間の DNA ループ構造を開き、ダックタンパク質のアライ2に対する結合親和性を高めることで、アラバドプロモーターへの RNA ポリメラーゼの結合を促進し、L アラビノースの代謝に必要なアラバドの発言の スイッチを入れる。ラックの発言の自己調節ラックの発言は自身のタンパク質産物であるラックによって不に制御されている。過剰なラックはラック遺伝子のオペレーターであるアラを1に結合し、高レベルのラックは RNA ポリメラーゼがラックプロモーターにアクセスするのを物理的にブロックする。すなわち、ラックタンパク質は高濃度では自身の発言を阻害する。 アラビノースオペロンは1970年以降、分子生物学研究において注目され続けており、遺伝学、生化学、生理学、生物工学のレベルでの広く研究が行われている。L ・アラビノースオペロンは、タンパク質発現系で広く利用されており、緊密な制御下で、標的遺伝子の発現を行うためにアラバド、プロモーターが利用されている。 アラバドプロモーターを標的遺伝子と融合することで、標的遺伝子の発現をアラビノースのみによって調節することができるようになる。例えば、プグロプラスミドはプバドプロモーターの制御下に緑色蛍光タンパク質遺伝子を含んでおり、アラビノースによって GFP の酸性が誘導される。大腸菌の他のオペロンシステム。ありがとうございます。